皆さんこんにちは。ワンネルギルビーです。では今回は、信長の野望大使パープキット、幕末志士転生物語続きをやっていきたいと思います。前回はですね、反幕府連合、まあ第二次反幕府連合とも呼ぶべき一大勢力が結成されて、まあそれの一翼を担うということで、山内家、土佐藩もですね、その連合に加わったというところまでプレイを進めてきました。で今回その続きになるんですけども、まずはですね、島津と毛利の戦いで、まあもちろん島津婚姻関係あるので、応援しているんですけども、毛利をね、いち早く打倒してもらって、島津が、まあ、幕府と国境を接するような状態を一つ作りたいというのと、まあ今お話した反幕府連合ですね、赤いところが幕府軍側、で、青いところが反幕府側ということで、反幕府だいぶ勢力大きくなっています。なので、これに乗じて、なんとか機内にね、勢力圏を伸ばしていきたいというふうに思っています。では、早速続きをプレイしていきましょう。まずはいつもの準拳場ですね。これを、ある程度、作っていって、まあ、幕府軍がね、進行してくるなんてことがあれば、この準拳場を使って、しっかり、迎え撃っていきたいなというふうに思います。で、具体的な兵の進め方、出し方なんですけども、どうだろう。今、まあ、旧幕府軍でもあった、普代中の普代、伊家が伊賀上野城に向けて、まあ、部隊を集めようとしてますね。これで、どうだろう。大阪城、高屋城、岸和田城あたりから部隊が伊賀上野城に集結しつつあって、今逆に徳島城、洲本城あたりがガラガラだな。ここを攻略する一大チャンスと見ていいでしょう。では、出兵していきます。そうだよね。数出せないよね。敵はね。洲本城に、兵、出しましょう。出陣するぞ。で、さらに並行して、これちょっと難しい戦いになると思うんですけども、徳島城に兵を出しましょう。で、部隊編成なんですが、部隊を追加。まあ、ここは数を頼みに一気にご利用したいので、総計2万3000の軍勢を送ります。出陣します。これで、洲本城、徳島城を取って、一気に四国をね、完全な勢力圏内に組み入れましょう。伊達と徳川軍の決戦です。ここは、兵数ほぼ互角ですね。どっちが勝つんだろう。徳川軍が勝つか。ここで伊達軍が勝つようなことがあれば、一気に幕府崩壊という可能性もあったかなと思うんですけどね。御三家の一つ、水戸徳川と幕府軍。これもぶつかるようですが、ここも徳川軍が勝利。いやー、さすが幕府軍よ。強いね。で、普代中の普代。いいけど、幕府軍。上野城の戦い。ここも徳川軍、幕府軍が勝つか。これ、幕府軍3戦3勝だね、ここまで。続いて、水野家。これも普代中の普代。水野と幕府軍。ぐは。ここも徳川軍か。徳川軍、ここまで4連勝だな。なんかちょっと不安が出てくるな。この結果だけ見ると。5戦目、6戦目はこの土佐藩。山内家が一戦つかまつろうという流れですかね。さて、では先に農業関係やっておきましょう。承知。で、ちょっとお金も温存したいので、一旦今回は何も入れずにいきます。対面は発動できるものがあればと思いましたが、このままいきます。まずは徳島城の決戦、さらに洲本城の決戦。尾張徳川、これも御三家の一つだね。西郷頼むか。と、あとは幕府軍ですね。ぬぬぬぬぬ、ここは頼むが、幕府軍に勝利。これ、この反幕府軍、初めての勝利ですよね。この勢いに乗っかって我々も勝利を掴んでいきましょう。ここで大使発動か。大義名分。まずは、慶喜か。
強いよね、慶喜。徳川幕府最後の将軍、15代将軍慶喜。これに対して16,200対16,200、部隊数9、完全に互角の戦いだね。ただ、武将の質量を考えた場合、まあ多少ね、やっぱり幕府軍有利というのはあると思うので、ここはいつもの鉄砲水を使って、幕府軍を蹴散らしていきましょう。どこに敵をおびき寄せるかだよね。一つはまともに正面決戦しても勝ち目はないので、勝ち目はないという、まあないことはないんですけど、厳しいので正則がいるな。できるだけやっぱりね、敵を削るという戦い方をしていきたいので、軍施設どうだらない、もしくは金打ち櫓、この辺り用意してもよかったかな。のろし城ぐらいはあってもいいかもね。罠で前火をやめよう。まずは罠で鉄砲水。鉄砲水はもう外せないですね。我々の戦略に鉄砲水なしではちょっとありえないので。で、のろし台。いやー、のろしが上げられないのか。じゃあ、ちょっとごめんなさいね。2点3点して。のろしは絶対欲しいので。のろしが上げられない？ちょっと待ってね。もう一度やり直します。振り消し。何が余ってる？ 52 でしょ？のろし城。のろし城を設置できる場所がないんだね。そもそも。今回、高台がないってそういう判断だな。であれば、もういいでしょう。先ほどの、戦いで、設置を進めていきます。あと1変更ですね。さあ、これで改善していきましょう。まずこの七四の戦いどうしても勝ちたいので、忠義の部隊がちょっと部隊数少ないんだな。そこだけ心配ですね。そしたら敵を迎え撃ちます。まずは、鉄砲水の後ろで始めるぞ。待機させましょう。覚悟せよ。ここもね、鉄砲水に敵を引き込むような、そういう布陣にしていきます。忠義隊を後ろに下げ、始めるぞ。危ないでね。さあ行こうぜ。一部隊だけ都会させておきましょう。覚悟せよ。さあ敵の出方を見よう。味方鉄砲隊の数は少ないので、まあ、鉄砲隊で射撃戦でどうこうするよりかは、やっぱり敵の大将慶喜、これをね、いち早く発見して撃破していくという、まあ、オーソドックスな戦い方を一応考えています。まずは敵が鉄砲を撃ってきたな。鉄砲隊による射撃戦はしたくないので後ろに下げましょう。慶喜の場所が分かったね。でも今のね、部隊を移動させておきます。対慶喜戦の方に主力隊を回そう。で、竹ちゃんペータは敵の陣の破壊に向かってもらいます。騎馬隊じゃないので足はそこまで速くないですね。慶喜 の場所は割れている。あとはもうちょっと前に出てきてほしいけどね。叩き潰せ。射撃戦したくはないのでちょっと後ろに下げて、始めるぞ。慶喜をもう少し前へと釣り出しましょう。覚悟せよ。ご命令ください。やりたい。前へ。いいぞ。慶喜が前に釣り出されたところで一気に、部隊をね送っていきます。覚悟せよ。やりたい。
前へ。名を覚悟せよ。そろそろいいだろう。ご命令ください。吉信を十分に敵から引き剥がしたと見るや、始めるぞ。吉信の本陣に向かって全軍突撃を行っていきましょう。始めるぞ。ご命令を。覚悟は良いか。敵の居所知れましたな。覚悟は良いか。切り込め。よし、あとは鉄砲水に引っかかってくれてる間に吉信を囲んで一気に撃滅していきましょう。だ、釣りが発動されてる。やってくれた。ただこちらも鉄砲水発動したので敵の動きを封じている間に一気に殲滅戦に持ち込みましょう。覚悟しろ。やりたい。前へ。敵の居所知れました。こちらも対抗を発動して、時には大胆に攻め込まねばな。どっかのタイミングで足止めを使いたい。前へ。やりたい。どうする。敵は足止めして残りの部隊で吉信を狙うか。いや、ここは太鼓だな。これにて太鼓を発動しておきましょう。釣りの伏せか。さあ、これで潰し合いになったね。まあ、ただこちらは大将の方に部隊を集中させているので、ここで一気に敵の大将吉信を潰すという作戦でいいとは思ってます。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい。ただ味方の部隊のダメージも甚大だよな。油断しました。壊滅するね、いくつかの部隊が。我らが。やりたい前へ。やりたい前へ。ここは壊滅するのは覚悟の上で敵を引きつけましょう。吉信から引き剥がす。覚悟しろ。やりたい前へ。壊滅した。毛利高近隊が壊滅。引くぞ。やりたい前へ。味方は吉信の部隊に殺到します。吉信が都会するときがチャンスだよね。一つね、吉信が都会している最中に追いついて撃破できれば一番いい。やりたい前へ。向かったか。あと20が削れない。あと20が削れない。こういう時ね、追撃の騎馬隊がいると楽なんですよね。追いついてね、一撃で加えられるという意味では。はい、吉信の部隊なんとか追いつきましたね。これで壊滅です。反幕府軍側がこれで2連勝ということになるので、勢いついたんじゃないですかね。吉信がそして我が軍門に下る。マジか。これ吉信の能力ちょっとやっぱりすごい強いですよね。統率武勇外交、まあ、外政ですか。これがまあ100ですからね。恐ろしいな。吉信が第15代将軍、将軍職を務めた吉信が我が土佐藩の武将になるとは。志果たさずして将は終えられぬな。さあ、徳島城ですね。越前の松平家と幕府軍、これは幕府軍が勝つか。さあ、洲本城ですね。洲本城はどうする。強行、いや、モグラ攻めだな。モグラ攻めでここまで一気に進みましょう。で、あとは包囲戦。さらに、うわ、ここは硬いな。ただ武将の数は少ないんじゃないの。水攻めにしよう。徳島城に板倉勝重隊がやってきたという話。そしたらですね、竹ちゃんペーター残して出撃しますか。
こは任せちゃいましょう。勝ちが揺るがないという前提でね。この勝ちが明日を切り開く。板倉勝重80歳。いや十分生きただろう。死んでもらおう。これで徳島城落ちないかな今のね、戦いぶりによって。どうだろう、姫路城武将いる？いるね。姫路城から出兵してこの際岸和田城あたりを取りましょう。ここは今攻める絶好のチャンス。家持ちの守る和歌山城か岸和田城か。ここは和歌山城の方が地理的にはいいな。和歌山城の攻略に乗り出しましょう。ついに本州に城を持つ、そういうフェーズだな。伊沢城から兵を出すか。備中松山城、いや危険だなこの辺りは。広島城、大洲城、中村御所、この辺りから兵を出しましょう。総計2万。兵糧切れになりますって言われちゃう。いやこれは無理だわ。兵糧切れになっちゃいますか。なっちゃいますか。そしたらちょっと数は少ないままになりますけど、8500。もうちょっと欲しいよね。伊沢城、伊沢城から兵を出すか。進め。報告します。今何月かちょっと月を見ておいて、それに合わせて出兵の計画を考えましょうか。農業に振ります。対名はもう今絶対必要なので、対名は常に入れておく。その上で農業系、これにて表情を終わる。今欲しいのはそうだな、農業が欲しいので、農業が欲しい、兵糧が欲しいので農業系行きたいんですけど、いられるものがないね。次のターンで論議を入れましょう。いやー、対面は外せないからな、困りましたね。で、あとは、歩兵の見直しをしていこうか。お金がすっからかんになってるからね。足軽の数を減らしていくっていうね、そういうフェーズになってきてますね。天神山、いやここも別に決してやばくはないからな。どこよ、足軽がさ多すぎてやばいねってなってるところ。いや今失敗しちゃってるからわかんないね、そもそもね。 OK だ。じゃあ一旦これで進めて、今1月でしょ？ 9 月までまだ長いので、徳島城、洲本城、和歌山城、この3つの城に絞りましょう。攻略を。さて、尾張徳川と、秀忠自ら出兵して、新府城。新府城は、その昔というか、信玄から引き継いだ武田がね、最後に滅んでしまった、そういう最後の武田家の拠点の城ですね、新府城。その因縁深き新府城で秀忠軍が勝利。幕府軍やっぱり侮りがたい強さあるよね。水攻めが突破した徳島城ですね。報告します。金がない、金がなさすぎる。下中困ったな。で家光3万2000がどこに向かってんの？徳島城に救援でやってくる、そういうことであれば慶喜隊は、いやー徳島城が落とされるなーというか、勝負にならないねこのままだと。和歌山城、家光3万2000、いやーきついね。いやー家光3万2000きつい。
これの矛先がしかも変わったね。洲本城に変わって、土井隊2万と家光3万。くぅ、ここも厳しいな。ちょっとじゃあ時間を進めていきましょう。決戦に参加させる部隊、いや、全部参加させたいよ。全部参加だよ、こんなん。うわぁ、部隊数でも兵数でも劣っている？あとは家光がどれくらいの軍勢率いてるかですね。いや、でかそうだぞ。家光。まあ、いつもの罠。鉄砲水。で、あと一援校。まあ、基本的に全軍集中しましょう。数が少ないので。で、鉄砲水に敵を引き込んで、そこで敵を迎え撃つと。行くぞ！いうことかな。ここ負けると洲本城攻略のね、可能性がゼロになってしまうので、そういう事態やっぱり避けたいですよね。さあ、あとは部隊を微妙に動かして敵を迎え撃つ迎撃態勢を整えていきます。我が命に従え。勝機があるとすれば、さっきも言った通りね、敵の居所など知れておりますな。これほどとは。家光の本陣を強襲する。柳生十兵衛がいるな。そしたらですね、敵の本陣を狙っていきましょう。始めるぞ。ここにいるんじゃないかなと思うので、吉野部の本陣、家光の本陣を狙います。こちらの動き、作戦の意図を蹴取られないように気をつけましょう。罠を除去されて泥沼にはまっている。見つかされたな。よし。ただ家光の本陣発見した。家光の本陣を発見したら、家光の本陣をめがけていきましょう。ご命令を。ゲチよ。覚悟は良いか。よし、参りにやめたぞ。あー、ただよし、家光の本陣結構守り厚そうだな。始めるぞ。突破していけるのかっていうところですね。あとはじゃあ、さて、どっから行く。まずは采配で行こう。家光の本陣が下がるようであれば、それを追撃していく。いやー、数で劣る分結構きついな。ちょっと厳しい戦いになってる。なんとか家光の本陣に迫らないといけないんですけど、なかなか難しい展開になってますね。覚悟せよ。ここも泥沼か。スピードが欲しいところで泥沼食らってるね。さらに奇襲を受けている。やりたい前。敵の居所など知れておりますな。まさか負けるとは。やりたい前。よし、ただ味方の主力部隊の周りに敵がいなくなっているので、このチャンスを逃さず慶喜の本陣に突貫を仕掛けましょう。始めよう。勝機があるとすればもうその一点ですね。やりたい前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 。まあ、ある意味では隅に追い詰めたので、これでうまく敵を粉砕できれば勝機あり。まずは突撃。
さらに臨戦。幕とさせていただく。やりたい。やりたい。あー厳しいか、厳しいな。先に同位体が壊滅するね。いやー惜しかったな。もうちょっとハマるところがあれば勝てた戦いだったかなと思うんですけど、2万の軍が無惨しました。くー強いな。さらに2万が残ってる状態だよね敵は。オノテラが敵に寝返っただと。そしたら徳川慶喜、慶喜が洲本城に攻めるか、なんかちょっと微妙な感じだけど。で対明、足軽精錬を発布しておこう。皆の力合わせよう。徳島城だけでも絶対取りたいよね。そうなるとね。さあ今度こそ洲本城見分けたい。うわーここも部隊数そうか少ないよね。そうなるよね。あとは、慶喜が、三宅大がどこにいるかだね。もうさっきまで散々、慶喜に苦しめられてたので、慶喜癖がちょっと抜けないですけど。あとは、泥沼にはめる場所もないし、参りか。どこにいる？もうこれ、賭けで行くしかないよね、賭けで。行くぜ！ここにいるのが慶喜と、三宅隊と見て三宅隊に特艦をかけましょう。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しておけ。慶喜は下げ、さすがに鉄砲隊1200だと敵に捕捉されると壊滅するんで一瞬で。敵の居場所知れました。見ている。横槍を入れろ。やりたい。いたぞ。いたいた。敵の場所は発見した。ご命令を始めるぞ。容赦せぬぞ。覚悟しろ。油断したか。数が多いな敵は。いやいや待った。敵の居場所知れました。いや厳しい戦いだね。やりたい前へ。やりたい前へ。この攻めまずいな。慶喜のところに敵が殺到しつつある。ただこれは逆に言えば味方のチャンスでもあるからね。やりたい前へ。始めるぞ。なんとか逃げ切り体制に入りましょう。前へ。深くを取ったか。一筋縄ではいかねえか。覚悟しておけ。覚悟しろ。ご命令を覚悟しておけ。我らが破れるとは。よし、全軍突撃を撃ってきてくれた。これはでかい。でかいぞ。ゲチよ。ゲチよ。ゲチよ。覚悟しておけ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。やりたい。慶喜はもう逃げの一手。得意の逃げ。逃げて逃げて逃げまくる。さあガラ空きになった敵の本陣。ここに強襲をかけていく。敵の居場所知れました。始めるぞ。始めるぞ。これほど叩き潰せが奈落にはまった。まずいぞこれは。まずい。やりたい前へ。まさかここでやられるのか。その首もらっていくぜ。掴んだ勝機逃しはせぬ。ぐはは。やられた。家持ちの前に慶喜が壊滅。一旦引くぞ。してやられた。
勝機があった戦いで2連敗か。くぅ、苦しいね。徳島城は落としたと。この城、もらい受ける。そしたら、忠義隊を洲本城に出しましょう。参ります。今度こそ勝つ。出陣します。報告します。金もないしね。金がないから何も施策ができないっていうね。そしたらですね、外交で、まあ、徳川とは僕はできないと思うので、他のところと仲良くしようにも金がないのかな。金がないからね。それもできない。となると、やっぱ洲本城を陥落させる以外に道はないな。あとは配属。今取った徳島、伊沢、両城に武将を入れていきます。中村御所から中岡慎太郎。中岡慎太郎もむちゃくちゃ強いね。統率103。天神山城に毛利高近。津山城には武将入ってるかな？ちょっと確認します。津山城には正則が入ってる。いや、各城一人ぐらいずつしかやっぱ人が入れられないっていうのはね、武将不足。ですよね。広島城はそれなりに後方にもう今やなってるので、広島城から前線に武将を移してもいいかもしれないな。ではこのまま洲本城を人のみにしよう。毛利と島津の戦い、いい加減さ、毛利が沈んでくれた方が嬉しいんだけど、水戸徳川が幕府軍に滅ぼされてるじゃないか。ここだな。ここで勝たねば3連敗になるね、洲本城の戦い。さて今度こそ勝とう。鉄砲水、あとは舞尾、泥沼。これでいこう。問題は敵がどこにいるかだよね、敵の本陣。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。忠義1ってなんだよ。忠義のさ、1って何本当に。1はないだろう。さすがに。参ります。まずいですかい。覚悟は良いか。始めよう。始めるぜ。護衛をつけるしかないな、1って言われちゃうと。あとは敵の本陣をつけるかどうかだね。見つけた、3000か。思ったより数が多いな。おまけに参りを食らっている。壊滅するか。3連敗だ。3連敗だよ。やられた。いやー、勝てない。洲本城の戦い、ちょっとチープな戦いばっかしちゃったかな。あと味方泥沼だもんな。まだ鉄砲水とかだあればね、鉄砲水に敵を引き込んで170だったら敵の大将の壊滅も可能だったかなと思うんですけど、溺死させるっていうね。まあ勝てる戦いを。お味方が討ち死にしました。お味方が討ち死にしました。3つ落としたという感じかな。
まあ、ただ目的としていた四国のね、奪還は完了したかなと思いますので、まあ3連敗洲本城ではしましたけども、まず四国、ここを確保できたということと、姫路城まで取っているので、まあ、うまくね、この後、機内の敵と相対していこうかなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にTwitterのリンクも貼ってありますので、ぜひTwitterのフォローもよろしくお願いいたします。